どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょうか。ウルトラマンファイティングエボリューションリバース、エピソード10、侵略者を追え、いきましょう。侵略者を追え。いやー、なんとなくシルエットでわかりますよね。あの怪獣でございます。怪獣じゃないよ。聖人と怪獣の区別が、まあ、単純に名前でしかないんだけど、でも、こいつはね、やっぱり僕も結構好きな怪獣、侵略者、まあ、好きな侵略者って謎だけど、でもその中の一人ですよ。お！セブン今すげえスピードだったけど。バルタ？え？その円盤はバルタン星人のものだ。そう、バルタン星人ですよね。え？なるほど。奴らは高い科学力で怪獣を改造していたに違いない。確かに、振り切られるなよ。うん。なんか、文明、すごい、なんか、成長した文明なんですよね、バルタン星人の。あ、エミリウム光線の発射。なるほど。方向キー左右で移動して。危ない。うわー。避けて、間に合わない。よいしょ。なるほど、こうやってね、やっていくわけだ。よいしょー。危ない。ずるいだーだ、うーやー。危なかった、今、本当に。うわーだ。もういや、死なば諸共だ。よっしゃい、近づいてきた。あーだ。やばい。めっちゃ攻撃してくる。ういよいしょ。いいぞ、今の。くそ、あとちょっとなんだけど、距離的には。ガード。うわー、避けるタイミングが違った。よいしょい。うわーだ。あとちょっとなんだが。よし、あとちょっと。本当にダメージが入ってきた。おし。追いついたってことなのかな、とりあえず。おお、爆発した。うわー、出てきた、声。うわー、え、聞かない、後ろー。待って、バルター星人って怖かったわ、今の。なんか急に来ると怖いですよね。ああいう目とかって回ってんだもんね、あれ。よく見たら光ってさ、夜が映える怪獣だな、確かに考えてみれば。行きましょうか。バルタン星人。うーわー、しかも耐えるがいいで全開かよ。とりあえず、頑張れ、セブン。よっしゃー。うーわー、でもこれバルタン星人ちょっとこれ、やっぱり夜のこう、なんでしょう、ネオン街とか普通に生えますよね。ザクッとな、グオー！あー !109 がー渋谷だっていうの。危ない、グオー！ちょっと待って。強すぎるでしょ、これ。なんか、ま、なんせ、広い、この、範囲と言いますか。この、もう、ハサミの、守備、なんか攻撃範囲が結構でかいんですよね、思ったより。しかも、速いし、その上で。これ、やばいよ。強、バルタン。どうすんな、これ。よいしょ、掴んで。よいしょ、いいね。なんか、プロレス技に近い。お、メトロだ。危ない。うわーらー、くらえ。とりあえず攻撃に、なんか、徹するしかないのかな、こういうのは、やっぱり。うい。あ、よっしゃ、いいね。せー、あと、あ、くそ、外したのは痛いよ。よっしゃ、うい。いいね、切っちゃう、こういうのはね。足すくいがいいね、意外と。うん。あくそ、惜しい、今、一瞬ちょっと慌てちゃったんだよな。お、固まった。なんだと、こういうこと使ってくんの？よーしょー、勝った。あー、くそ、惜しかった、今。トゥー、あー、タイミング惜しかった。消えるからな。消えるのずるいでしょうっていう気するんですけどね。行こうか、まず一。エミリウム光線。今度は効くんだ。さっきの効かなかったのはあれなのかな？分身かなんかなのかな、おそらくは。そんな気しますよね。頑張れ、セブン。念力、ドーン、いいじゃん。決まると気持ちいいですよね、こういう技って。ちょっと、危ない。下がれ、しゃがみ。よーし。いいね。想像以上に、うわー、タイミング遅れだ。で、遅れ早かったんかな？危ない！よーし、いいね。危なかった、今、本当に。固められるとちょっとやばいもんな。しかも、やばい、体力もきつくなってきたな。よーし。相手、これ、
足を救うのがかなり有効なんですけど、これ。どうやら、バルタン星人にとって何せ。よいしょい後ろから、トゥーさあ、フィニッシュ確か、これ、すぐか。アイスラッカーでやられたのは、バルタン星人じゃねえや。さあ、行け、メトロン星人だね、あれは。ういズバババッとちょっと待って、周りの街がやばいんだけど。よし、お、爆発したん、よかった。いやー、周りのやば壊れ方が。いやー、セブン、満身創痍。頭の光ってますね、こう体力ので。いやー、よかったよかった。やったー、うん。これでもう、改造怪獣が現れることもないですね。うん。それはどうかな。一つだけ、まだ引っかかることがあるのだよ。え、何？うん、何引っかかんの？俺の思い過ごしだといいのだが。ああ。今言ってくれよ、何が引っかかってんのかさ。あ、一応クリアすることができました。エピソードクリア。D ランク。無理もない。でも意外とバルタン星人簡単に倒せましたね。よかったよかった。コスモス絶対絶命。ちょっと行ってみましょうか。何が絶対絶命なのよって気しません？ちょっと怖いな。コスモス絶対絶命。また見たことない怪獣が出てきそうだな、なんか。バルタン星人、倒して。でも、なんかバルタン星人黒幕っていう感じではないんだよな。多分また違う、みたいな。もっとなんか、まあ、別にバルタン星人頭悪いとか言ってるつもりはないんだけど、もっと悪どいやつが、なんかいそうな気するんだよな、裏に。で、そうじゃないと、話終わっちゃうもんね。ワロが。やはりまだ一安心とはいかないようだな。うん。そいつは両手から砲弾を連射する。油断するなよ。はあ、なるほど。これはコスモスの怪獣なんだっけ？頑張ってもよ、絶対絶命ってんだからちょっと怖いよね。はい、コロナモードにチェンジするよ、早速。あ、よーし、パワーに、パワー負けしないように頑張りましょう。あ、でも全然いけるじゃん、ダメージそんなすぐ。よかった。効かないんだったら一番嫌だなと思ったけど、全然効く効く。ワロがそんな強くないじゃん。なんだよ、なんだ。うーらー、この野郎。あ、やばい、街破壊しちゃってる。間違えてキックしちゃった。これダメでしょ。間違えてキックしちゃうのは。よいでてて、やばい、反撃が。あ、連打が。うー、外した。だ。こうなんか相手が、うおしゃ、いいね。足すくい。あ、これすくうのはないのか。やばいやばいやばい、急げ。よーし、勝った。ゲージ貯めまーす。はい、さあさあさあ、レベル1いくよ。でもやっぱ綺麗だよね、コスモスの技って。そんな気しません？すごい、こう、すがしいってわけじゃないけど、ただ、もう花火を見てるような美しいっていう。でも、おー、すげえ。でも強いっていうね。でもあっさり倒したの。そんな強くねえじゃん。うん。光は一体、何？え、光に包まれてるとか。これは違う、何？間違いない、カオスヘッダーだ。カオスヘッダー？生物や物質に憑依してカオス化させるウイルスだよ。姿がめっちゃ変わってんじゃん。コスモスの力で全て浄化されたはずだ。じゃあ、怪獣の月はカオスヘッダーが復活したってことですか？マジかよ。全然見た目違うじゃん。カオスヘッダーってやつがいるんだね、まあまあ。でもそういうやつは浄化してしまえばいいじゃん。いや、浄化したところでもともと、悪だからな。まあ、やってみるか。まあ、倒すのがいいのかな。まあ、とりあえず倒しましょう。カオスワロが。確かになんか、だいぶ見た目違いますもんね。なんか、相当悪いやつっぽいイメージが。あ、やばい。よく見たらこれ、ルナモードのままじゃん。よし、チェンジ。オーケー。変わりました。痛い。痛い。うわぁ、なんだこの連撃。ちょっと待ってくれ。そんな、あ、でも、よし、攻撃が通るんだ、やっぱり。めっちゃ効く、めっちゃ効く。素晴らしい。いいじゃん。いけ。さあ。とりあえずはもう直してあげよう。ふわっとね。ルナモードのこの、カオスヘッダーを浄化させてしまえばいいんだ。それでワロガに戻るのかな？そしたら普通の。でも戻したところでワロガなんだよ。
ゴモラたちと違ってなんかこう眠りを起こさせられたとかそういうことじゃないからさ。どうだろう。さあ戻れワロガニ。普通のワロガニ戻、どうだ、もうわかんない。戻った、めっちゃ時間かかってる。戻ってねえ、戻ってねえじゃん。ダメ、え、どうしたん、すぐにそこから離れろ。危ない危ない、なに、うわ引っ張られてる。うわあ、コスモス、やばいじゃん。どここれ。あ、よく来てくれた、ウルトラマンコスモス。私はメフィラス星人。今地球で起こってる騒動の首謀者だ。言っちゃったよ。マジで？これから先の計画には君の能力が邪魔になる。だから君をこの空間に閉じ込めることにした。プレゼントもあるのでゆっくりしていきたまえ。ここで改造タイラントかよ。やだやだ、改造タイラント強いんだもん。まあ、なんとかコロナモードのパワーでゴリ押すしかないよね、こうなったら。太郎は、なんでしょう、こう、コンボみたいなもんがあったからよかったけど、コスモスのコンボ知らないからな。偶然太郎は分かったけど。最高チェンジ、うー、やっぱりでかいよー。あ、でも相手倒れ、攻撃してこないね、全然。とりあえず、攻撃してこう。やっぱダメージでかいね。あー、してきた攻撃。あ、危なかった、今。頑張れ、体力でもこれずるいぞー。自分は全開でこっちはまだ連打なんすから。そうね。この蹴り技来るときついんだよな、これ。うん。よっしゃ。あ、入ったのか、今攻撃。よくわかんなかった。とりあえず、ちょっとずつダメージ与えていけば。よっしゃーい、いけ。もうこうなったらもう関係ないから、ダメージとか、そんな。どんどんやっていこう。でも、改造タイラント、あ、そっか、普通のタイラントに戻せばちょっと弱くなるのかな。てか、戻るのかな。まあわかんない、やってみよう。よっしゃい、お、結構ダメージ入る。でもまだやられないというね。危ない危ない危ない、あいつ何する気だったんだよ、今、本当に。あいた、くっそ。一応でも、攻撃的にはこっちの方が有利ですね、まだ。あの体力的にもまだ。全然いける。掴めんの？あ、掴めないね。でかすぎるから、投げようとかできないんだな。まあ、無理もないね、これは。よっしゃ、頑張れ、頑張れ。このままゴリ押したい。よし、来た、オッケー。貯めるだけ貯めて、で、すぐに攻撃に入ると。できればもう、よーしゃ、あーしゃ、フィニッシュ来た、オッケー。よし、浄化させてやれ。優しい心に包まれてた。これ技なんて言うんだろうね、ちなみに。僕わかんないんですよね。コスモスはもう覚えてないんですよ。見てたのは見てたけども。技名までは覚えてない。で、なかなか技名って出ないから、ウルトラマン、そうそう。今は言っちゃうのか、はっきり。もう技名言って、ダーって言っちゃうのかな。うん、ストリーム構成みたいな感じ。さあ、どうだ、浄化されて普通のタイラントに戻るのか、それともやっつけられることになるのかな。あ、消えた消えた消えた、あ、消滅しちゃうんだ。はあ、なるほど。あ、天に召されたのかな。まあ、結果的に、うん、よかった。よーし。浄化されすぎていなくなっちゃうパターンなんだね。よかった。で？出れるのこれ。閉じ込めることにしたっつってんだから、これ、そう簡単に出れないんじゃないっていう。あ、よかった。はい。エピソードクリアありがとうございます。今回いいんじゃない？おい、Bランクいただきました。よかった。そんなミスがなかったからね。ひどい。お！カオスワロガが出現しました。なんかワロガってちょっとなんか、ワロタみたいでいいね。はい、というわけで、じゃあ次回。M78 完全破壊計画。ということはあれか。間違いなく、こう、M78 星雲で、バトルが行われるんでしょうね。はい、というわけで、お楽しみに。また明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。またね！さすがにちょっと露骨すぎたか。第4球を投げた。うわ、マジか、ちょっと待って、嘘だろー、なんでだー。マジで、そんな嘘でしょ。初めてだ、初回先頭打者ホームラン決まったのは。